時は1944年の6月21日。敵に我らの領土、ノルマンディへの上陸を許してしまった結果、西部戦線では激戦が起こっております。一方、今司令官がいらっしゃる東部戦線は、ソ連の春の攻勢を終わりに大きな動きがありませんでした。嵐の前の静けさ、といったところでしょうか。しかし、ソ連は密かに今年の夏に大規模攻勢を企てていました。その作戦名は、バグラチオン作戦です。ソ連はワルシャワを手に入れるために我らドイツ軍の中央軍集団を攻撃してきます。ソ連はこの目標を達成するために重要なドイツの拠点を攻め落とそうと計画しています。こちらに示している4つの拠点がソ連の大規模攻勢の初日に攻められました。どの拠点もソ連の赤軍に対し猛烈な反撃を与えているものの、赤軍の数は多く押されている状況です。何としても司令官は赤軍の進行を食い止めてください。というわけで今回はこちらのゲーム、スチールディビジョン2を実況していきます。冒頭のあれは何だったんだ？バグラチオン作戦の説明ですよ。それはわかってるがなぜさないが？いや私、こう見えて朗読力ありますし。うん？で、このゲームってどんなゲームなん？このゲームはソ連とドイツに分かれて、バグラチオン作戦時に実際に戦いがあった街をモデルにして戦うゲームになります。それで今は何してるんですか？雪上もう、いわゆるバリゲートを築いてるんだぜ。今回はマリサさんがドイツ側の指揮を取るとのことなので、頑張ってくださいね。ああ、感覚で頑張るぜ。できれば経験を生かしてほしいのだけど。そうそう、このゲームは自由にバリゲードや塹壕、戦闘ユニットを配置することができます。バリゲードの後ろに塹壕を掘って、そこに補正を配置すればいいんだっけ？司令官がこんなので本当にいいのか。ユニットを左上から選択して好きなところに配置、それとアンロードさせるのも忘れずに。これ戦闘ユニットの配置に意外と時間かかりそうだな。そうしましたら配置している間に軽くこのボブルについての説明を。まず今回の目標はボブル中心部とミンスクに続く道を死守することになります。と、その前に軽くこのゲームのテーマであるバグラチオン作戦について説明しますね。先ほどの映像にもあったようにバグラチオン作戦とは、1944年の夏にソ連がドイツに対して行った1ヶ月ほどの大規模攻勢になります。どうして大規模攻勢が起こったの？もともとドイツが1941年にソ連に侵攻を始め領土を獲得していったのですが、バグラチオン作戦でソ連がその占領された土地を取り返そうとしている形ですね。なるほど、取られたものを取り返すってことか。ちなみにこのバグラチオン作戦は1ヶ月ほどの期間であるのにドイツ40万人、ソ連18万人近くの死傷者を出し、短期間での戦死者数からギネスブックに記載されてあります。あまり嬉しくないギネス記録ですね。またソ連はこのバグラチオン作戦期間中、およそ1ヶ月だったのにもかかわらず700キロ近くも前進しました。すげえ。短い期間でそんなに進むなんて信じられないよ。東部戦線におけるドイツの航空機が800機だったことに対して、ソ連は5000機を超える航空機が存在したため、制空権をソ連に取られたことが大きな原因の一つですね。と、史実では結果的にドイツ軍は大敗してしまうのですが、このゲームでは当時の状況をひっくり返すことも可能です。このゴブル、いわゆるゴブル側の史実における戦いについては戦闘が始まって余裕ができた時に話します。よし、あらかた配置も終わったし戦闘開始といきますか。ポチッとな。お、車両が敵陣の方に動き出しましたね。これは偵察兵になります。こっちは戦車ね。リーガー1になります。名前言われてもよくわからないけどかっこいい。リーガーは確か重戦車だから盾役としては十分だな。防御だけでなく飛行もあの有名なアハトアハトなので、攻撃性能も十分ありますよ。U ボートにも乗ってたやつですね。左側の丘はリーガー2隻に加えて野砲もあるから、とりあえずは持ちそうだな。黒煙を見るにもうすでに敵戦車が4両程度おなくなりになってるわね。ちなみにユニットはこのように建物内に侵入させることもできます。青色に表示されたにょんね。この建物を占領した状態だと生存性が上がるので、積極的に利用していきましょう。また、このようにユニットを選択して位置を指定することで移動させることができます。敵が見えないから前進させてみるぜ。気をつけてね。それとこの赤色と青色の境界線が前線であり、お互いの戦力により移動します。こいつは敵の戦車だな。M チャとあるのでアメリカ産の戦車、シャーマンですね。敵ってソ連じゃなかったの？シャーマンはソ連にも輸出されているんですよ。確かこいつ中戦車だから、真っ向から戦うならティガーのおやつだな。正面切ってだとそうなりますが、幾分数が多いので気をつけてください。
わかったぜ。左側の方は被害なく順調に敵の数を減らせてきてるな。中央の方は汎用機関銃のおかげで制圧できてるわね。よし、それじゃあ防衛をより強固にするために中央にティガーをもう一両投入っと。戦闘途中の配置には移動の時間がかかるのでしばしお待ちを。これは機関銃？こちらは MG34 と呼ばれる汎用機関銃になります。終戦まで使われ続けた有名な機関銃です。さっき出撃させた戦闘機の様子見てみよっと。この戦闘機はボッケウルフ 190A8 型になります。翼内武装は30ミリのはずですが、ゲーム内では20ミリ MG151 になってました。20ミリでもこの火力、さすがボッケミョンね。さっき呼んだティガーがどうやら前線に到着したな。これで敵は迂闊に出てこれないね。ちなみに奥で機銃操作してるのはさっきのボッケです。こうやって複数の兵器が同時に戦闘してるのを見ると、本当に戦場って感じがしますね。全体の戦況は先ほどとあまり変わらず、まあ順調ってところね。これあとどれくらい防衛すればいいんだ？28分ですね。いや長くね。戦争ってのは長期化するもんですから。そう考えれば28分なんて一瞬。否定できないのだな。あ、そうそう、この赤いゲージと赤い文字があるのわかりますか？ピントダウンって書いてあるわね。ゲージは指揮成果を表していて、それが最大まで達するとユニットは釘付け状態や配送状態に入ります。ピントダウンが釘付け状態、ロールバックが配送状態で、どちらも攻撃を一切してくれなくなります。クソ、野望が一つ破壊されたぜ。どうしたら指揮成果を抑えられるの？指揮成果は資金弾を受けることで増えていくので、敵の攻撃を連続して受けないことですかね。ちなみに歩兵はこのように輸送用の乗り物に乗って戦場にお届けされます。歩兵にも様々な種類があるのですが、細かいところまで区別するのは難しいので説明はしません。味方の援護があるうちに前線に送り込むぜ。この兵士たちは一体何を思いながら前線に行くのか。あ、それで思い出しましたが、今回のドイツ側は純粋なドイツ兵ではないんですよ。え、でもティガーと書いたじゃん。そうなんですが、実は彼らは反共フランス義勇軍団なんですよ。あ、ここにティガー。で、その反共フランス義勇軍団って何なんだ？マリサ、それでも司令官なの？あ、無知ですまない。うん、それについては動画の尺の都合があるので、次回の動画でお話しします。で、次回ってことはもしかしてこの戦い、今回では終わらない感じか？ええ、試合時間の問題があるので致し方ないです。ちなみに戦況は中央の川を越えて対岸の市街地へと歩兵を進出させたところよ。敵はかなり戦車を損失したようだな。ええ、ですが、フェーズが B 段階に移行するとこう流暢にできないかもしれません。というと、フェーズごとに投入できるユニットの種類が増えていくんですよ。今の A フェーズではソ連側はティガーに対応する兵器がありませんでしたが、 B、C フェーズでは IS-2 などの重戦車が出てくる可能性があります。マジか、そしたら対応しっかり考えないとな。で、右側で敵とコンタクト。すぐに降車し立ち向かうぜ。ここは数の優位で素早く敵を殲滅するのが最善ですね。敵の装備はおそらくマークスマンライフルですね。このゲーム、地面での上弾の描写もしっかりされてるのね。おかげで GPU フル稼働だよ。2080Ti 勝って、どうぞ。ここで相手がたまらず再公開し、時すでに遅しなんだよな。左側に配置したティガー部隊は何の心配もなさそうだな。やはり丘の高所に配置したことで、遠くまで車線が通って敵の接近を抑止させてるわね。こういった戦術も立てられるなんてこのゲームすごい。その分日本語対応で操作が難しく敷居が高いゲームなので、万人にはおすすめできませんけどね。相手のソ連、第18旅団所属の兵士は諦めず建物を盾に前進してきてますね。あ、輸送車両。この道は我らがティガーの車線に入ってるんだぜ。爆発資産。ほぼ弱殺に近いにゃんね。輸送車両は目立つので兵士を降ろして森の中などを進ませるのがベターですね。場所は変わって戦線の右側に。さっき偵察兵を倒した部隊が敵輸送車両を発見、交戦状態に入るわ。敵の兵器は 82M37 と呼ばれる歩兵用迫撃砲ですね。これまでのソ連の迫撃砲との違いとしては、ベースプレートが円形である点や管理サイトが搭載してる点などがあります。とか話してる間に敵の殲滅が完了したぜ。またもや同じ箇所に敵の接近を確認。近くにいる歩兵部隊を応援に送るぜ。それと被害を受けた時も考えて増援を要請してと。敵輸送車両はまだこちらに気づいてないようね。それじゃ射撃開始。ちなみに敵が降車するよりも早く輸送車両を破壊すると、爆発を起こして搭乗エンジン員が死亡するので積極的に攻めましょう。
言ってることめちゃくちゃ鬼畜でくさ。戦争に同情なんて必要ないんだぜ。と、敵台は破壊できたがこれ以上は無理だから林の中に戻るぜ。林や森の中では打ち合いでの生存性が上がりますからね。すごい弾幕のようだな。やや敵に数は押されてますが、立地的にはこちらが上なので互角に戦えるはずです。応援に来た敵輸送車両が爆発。兵士の校舎は前もって4人を持ち行いましょう。 ATM の引き出しかな。あっとりやられた。さあ、右側の部隊の戦いも気になるところですが、動画の尺もあれなので今回はこの辺りで一旦終わりにしましょう。続きが気になる。今のところは優勢を保っているが、ここからどうなるかだよな。というわけで近いうちにこの続きの動画を出しますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。では今回はこの辺りで、また次回の動画でお会いしましょう。チュース。